はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？うん、でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香です。こんにちは。ということで、本日24歳になりました。イエーイ。24歳、初の配信がキッチンからです。キッチンからです。どうも、こんにちは。23歳ラストの配信も、24歳最初の配信もキッチンからということで、で今回はですね、麺屋武蔵さんとのコラボプロデュースさせていただいたラーメンを作って食べたいと思います。今から作るよ。じゃん。チラシが入ってたよ。よし。よし、じゃあ作っていきます。よしよし。はい。まあね、ちょっと美味しいもさ、今めっちゃお腹空いててさ、ちょっともうなるべく早く作りたいんですけれども、こちらですね。届いた品はこちらです。わ、もう作ったよって、マジ？伸びるやん。待って、ごめん。あ、もう作っちゃった。あ、そうなの？みんなもう作ったの？早いじゃん。え、待って、絶対みんな麺伸びるやん。ちょ、待って待って待って、急ぐから待って。あ、そうなの？うせやん、伸び伸びなんでね。ちょっと待って待って、はい、じゃあ作っていくで。こんなこんなバタバタでいいの？ちょっと待って。はい、まず、え、待って待って、あ、一緒に茹でますよ。あ、ほんまに？じゃあちょっと一緒に茹でてくれる方のためにちょっと説明しながらやろうか。まず鍋いっぱいに水入れてください。まず鍋いっぱいにお水を入れてください。ほら、ですね、こちら作り方の、ね、紙がありますので、スープを袋ごと軽く湯煎して温めます。こちらですね、こちら。2色付きなのでね、こちらですね。こちら麺ですね。で、あれよね、ゆで卵がさ、ゆで卵、そう、綺麗に出来上がってるからね。あとは、ありがとう、誕生日おめでとう、ありがとう。24歳になった。24 24。今ガンガン強火でやってるから、ちょっと待ってや。お湯温めてんで。めっちゃタワー立ってるやん。ねえ、ありがとう。申し訳ねえよ。嬉しい。ありがとう。でもさ、そう、なるべくさ、夜もね、やりたいのよ、配信。できたらするわ。夜帰ってきてから。もし時間があればね。え、なんか昼の配信だけで終わるのもちょっと寂しいから。でもその、わかんないけど、わかんないけどね、まあ、できるとは思うねんな。お、
もうちょっとプツプツなってきたよ。そのための二食文化って、おにし、晩ご飯もラーメン。ええけど、ええけど、多分おにしが帰ってくる頃には多分お腹すいてないと思うんだよな、おにし結構。そう。多分ね、お腹空いてないし、それやったらこの配信夜にやってるかなっていう感じなんですよね。いや多分普通の配信にはなると思うけど、できたらするね。もうプツプツ鳴ってきてるよ。あげちゃうか。沸騰してからの方がいい？作ったみんな入れても大丈夫そう。そうしよう、入れよう。レッツラゴー。はい、オッケーでですね、ごめんね、ちょっと一回移動します。よいしょい。別のお鍋にお湯を沸かして、スープが温まるタイミングに合わせて45秒から1分麺を茹でてください。なるほど。やって。そうやって。別のお鍋にまずお湯を沸かして。スープが温まるタイミングに合わせて、スープってどんぐらいが温まるかな。味玉温めてるって、え、味玉って温めやなあかん。味玉温めやなあかん。あ、卵は温めるの。そうか、チンすればいい。アイさんは卵ってどうやって温めるの。チンしたらでもね、固くなるよね。あれちゃう、ラーメンのお湯で温まるんじゃない。ね、お、いい感じです。熱いね、熱いよ。火2個も使ってるからね。そうするわ。ね、45秒から1分やって、なんかこんなん使ってる。はいはいはい、はい、じゃあ45秒から1分。温めるね。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、
16、17、18、19、20。麺が茹で上がる前に丼にスープを注ぎ、茹で上がった20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31。暑そう。暑くないわ。45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59。あ、1分。はい。急がな。急がな。でも大西はね、柔らかい方が好きやねん。一覧でも一番柔らかいの選ぶの。
ラー油どうしようかな。ラー油一回このまま食べて途中でちょっと入れたりしようかな。麺伸びるだよって。お前でちょっと待って、忙しいな忙しいな。ちょっと待ってよ忙しいな。綺麗にしてね。よいしょ。薬味はないのね。ですやねん、薬味ねないのよネギとか買っとけばよかったよね。ミスったごめん。あ、これです。じゃあ薬味は、薬味というかトッピングはあのレンゲにして、はい、ということでいきます。こちらです。じゃじゃーん、完成いたしました。でで、これが西門のプロデュースのラーメンです。ということで、ということで、ちょっと待ってね。よいしょっと。はい、よし、ラーメン。よいしょ。ちょっと待って、お茶入れたい。はい、ということでちょっと世話しなかったけど、無事にラーメンが出来上がりました。あれ、こっちか。じゃじゃん。じゃあね、麺屋武蔵さんの本物の丼を作っていただいて、じゃん。これ以上いっちゃうとこぼれちゃうよ。写真は撮らないの？携帯でやってるからさ、今写真撮れないのよ。そう、写真が撮れないな。その丼欲しいやって。あ、これ売ってるみたいよ。そう、売ってるみたいでございます。 iPad とか充電まだある。じゃあこれはプラメンに送るね。なんか画質やばいけど。オッケー。ということで、じゃあいただきます。これどうしようかね。妊娠時のテーブルはちょっと低い位置にあってさ、持ち上げやな。あ、レンゲ使って、ちょっとじゃあどうしようか。はい、ということでいただきます。これ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 あ、うまっ。うん、うん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 、うん、もう通販でこんなさ
美味しくできんのな。あの試飲の時はさ、試飲じゃないわ試食の時はさ、あれ麺屋武蔵さんで、その場っていうかお店で店舗で作ってくださったの食べたけど、全然変わらん、その時の味と。またチャーシューやばいね。やばいやろそうなのよ、やばいよね。チャーシューはさ、なんか私の知ってたチャーシューじゃないのよ。そう、チャーシュー見せて、チャーシュー見せてあげよう。あ、もうほら、もう分厚すぎて今半分に取れたわ。ほら、これちっちゃい方のチャーシュー今半分に切れた。ちっちゃいのでもこんなあんねんで、ほら、こんなあんねん、垂れた、垂れた、垂れた。拍手喝采。うん、うまっ。うん、いや、ラーメン美味しいね。やっぱタイが良かったね、これは。うん、ね、フフ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 、持つのは結構重たいね。うん、うん、ゲットしてくださった方はどうやったかな、ラーメンの味は。うん、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 かったって。うん、
じゃあそろそろ味玉いっちゃいますか。味玉じゃないなんで味玉って言っちゃうの。どうやっていこう。これ見せんのむずいよね。どうやって見せたらいい。こちらの卵をじゃあここで割っていきますね。割る瞬間はちょっと怖いから。あっあっ見て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 見える見え見え見える。ここだ。あやばいやばい。あ出てきちゃった、ね、すごい。トロトロです。もう限界だもう限界です。めっちゃトロトロ。見えた？完璧やん。ほら。もうトロトロ。じゃあちょっと食べるね。うわ、すごっ。うん。今真っ二つに切ったけど。じゃん。こんな感じで上手に作れました。え最高じゃない。めっちゃ上手。いただきます。お箸。うんうんうまっ。うんうん、ちゃんと温まってるわ。うん、うまっ。最高。はあ、いやこれはほんと素晴らしい出来だ。お丼元かよっこいしょよし。うん。うん。ちょっと待ってて。ちょっと暑いから来る。はい、じゃあせっかくなのでねこちらのラー油をねちょっとかけて食べたいと思います。味変ですね。よし。あでも色変わるね。だいぶかけるだけで。なんかはい、しっかり混ぜて馴染ませて。でも私はね辛いのね結構好きなので、 そのまんまでもめちゃめちゃ美味しいけどね。うんうんうん。美味しいね。やっぱ味変わるね結構。うん。美味しい。うん。
どちらがおすすめって。でもこう今後にしやったみたいに最初半分は普通のやつで残り辛いの得意な方はちょっとずつ入れてみるっていうやり方が一番楽しめそうやけどね。うん、食べれず悔しいので札幌一番食べてますって。でもねこういう方も結構いた、買えなかったからシーフードヌードル一緒に食べますみたいな方もいらっしゃった。うん、みんなでラーメンだね。よし、半分ぐらいかな。ラーメン食べてるとさね いろんなものが出てくるよね熱い。ね、出てくるよね。メンマ結構の珍しい形のメンマ、これ竹って言ってたんやったかな。うん、うまっ。そう、麺屋武蔵さんのメンマは酒なんです。うん、そう、国産メンマ。今度大西プロデュースの丼箸、ん、丼箸レンゲ作って、なんか去年やったかな、一回作るってなってたのよ、あの AKB の方で。なんかグッズなんかないかなみたいな、なんかグッズ作りたいなってなって、その時は牛丼入れる用の丼鉢とお箸と箸置きみたいな
言ってたけど、結局その話どこ行ったんやろうな。そう。そう、なんか可愛いの作りたいなって言って。そうそうそう。木うん、うん、うん、ショールームで食べてたらさ、なんかもしお腹いっぱいになりやすいね。うん、ゆっくり食べてるからかな。あと一食はいつ食べるのってね。でもなるべく早い方がいいって言ってたから、まあ近々って感じかな。めっちゃ簡単に作れるしね。うん、23日までか。まあでもそれまでに食べる。海苔入れると美味しいよって。確かに絶対美味しいよ。うん、みんないっぱい口に含んだから、なかなか喋れ。はあ、麦ちゃん、うん、あやたか。あやたかです。買いだめしてるやつ。
時間ね。まだ大丈夫。もうあとは麺だけです。よし、ということでラスト一口です。ラスト一口いただきます。ごちそうさまでした。美味しかったです。めっちゃ最初試食の時に食べてたけど、やっぱちょっとね、久しぶりに食べたのでは、美味しかった。ああ、お腹いっぱい、お腹いっぱい、うん。ということでですね、ねんやむさしさんでコラボさせていただいて、そしてプロデュースさせていただいて、こうしてね、誕生日企画でしたが、無事ね、ハッピーなラストを迎えることができてよかったです。ありがとうございました。本当にね、ショールーム配信でこのね、公開ミーティング3回やらせていただいたりとか、それをね、見に来てくださった皆さんとか、実際ね、ラーメンをゲットしたいと思ってくださった皆さんが、本当に本当にありがとうございました。いや、
まあね、一番最初にプロデュースするって言ったのはね、あの、まあ、日本酒の方が先だったんですけど、こうして世にね出る方で考えると、このラーメンがね一番最初になったので、まずプロデュース企画第1弾がねこう成功してよかったです。続きましてはね、日本酒があるので、そう、ぜひぜひそちらも楽しみにしていてください。はい、ということでですね、ちょっと私この後お仕事があるので、ちょっとそろそろねランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。で、すごいねたくさんねこうタワーとか立ててくださってありがとうございますありがとう。これどうしようかな、ランキング24歳やし、24位までの方をいつもタワー呼んでるみたいに呼んでみようか。あ、多分31本、あ、全然超えてるのかそう、ありがとう、嬉しい、そんなに、ありがとうございます、足りなかった24じゃ足りんかったな。じゃあどうしようか、32本、いや、ありがとう、ちょっと待って、アウト、なんか iPad 開かへんねんけど、え、どういうこと、あ、できた、じゃあちょっと待ってね、iPadの方で、まあ、iPad をね、ほんとね、あ、途中で分かんなくなっちゃいそうなので、10分あるし、じゃあ美味しい、3年ぐらい前の総選挙で38位やったから、38位の方から呼んでいこうかなそうする、38位の方から呼んでいこうと思うので、それを今からスクショします。iPad ってどうやってスクショするの？え、待って、これで、ねえ、iPad ってどうやってスクショするの？ホームボタンと電源ボタン？あ、ホームボタンか。で、はい。あ、いけた。はい。26。18。
ケー。じゃあということで、じゃあ38位の方から読んでいこうかな。じゃあいきますよ。38位、ちまさん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 、ありがとうございます、イエイ。そして37位、さとちアットマーク大西軍さん、さとちさん、さとちさん、さとちさん、ありがとうございます、イエイ。そして、36位、ワンタンメンさん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 、ありがとうございます、イエイ。そして35位が鈴木さん、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 ありがとうございます、イエイ。そして34位がキャメさん、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 ありがとうございます、イエイ。そして33位が瀬の八さん、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 ありがとうございます、イエイ。そして32位が伊勢茶さん、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 ありがとうございます、イエイ。そして31位が鳥天せんべいさん、鳥天せんべいさん、鳥天せんべいさん、あ、ごめんなさい、鳥天せんべいさん、ありがとうございます、イエイ。そして30位がマークンアコードさん、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 ありがとうございます、イエイ。そして29位が桃なぎりんなさん、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 ありがとうございます、イエイ。そして28位が奈良色さん、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 ありがとうございます、イエイ。そして27位が13、13、13、13、ありがとうございます、イエイ。そして、26位がアンマンさん、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 ありがとうございます、イエイ。そして25位がケイジさん、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 ありがとうございます、イエイ。そして24位がマキザンさん、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 ありがとうございます、イエイ。そして23位がオノピョンアットマークリランチェさん、オノピョンさん、オノピョンさん、オノピョンさん、ありがとうございます、イエイ。そして22位がクーちゃん、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 ありがとうございます、イエイ。そして21位がマツさん、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 ありがとうございます、イエイ。そして20位がたくみアットマーク素敵な1年になりますようにおめでとうさん、たくみさん、たくみさん、たくみさん、ありがとうございます、イエイ。そして19位がさとまるアットマークお誕生日おめでとうさん、さとまるさん、さとまるさん、さとまるさん、ありがとうございます、イエイ。そして18位がみちひろさん、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 ありがとうございます、イエイ。そして17位がかほアットマーク大好きなのあなたのことさん、かほさん、かほさん、かほさん、ありがとうございます、イエイ。そして16位がのじさん、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 ありがとうございます、イエイ。そして15位がたかたかとマークハッピーハッピーバースデーさん、たかたかさん、たかたかさん、たかたかさん、ありがとうございます、イエイ。そして14位がリエボアットマーク大西軍アットマーク24歳おめでとうさん、リエボーさん、リエボーさん、リエボーさん、ありがとうございます、イエイ。そして、13位がよしアットマーク24歳になってもドストライクさん、よしさん、よしさん、よしさん、ありがとうございます、イエイ。そして13位がマカロニ48さん、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 ありがとうございます、
イエイ。そしてそして11位がボスブラックアットマーク大西桃香 24th 麺類に栄光晴れさん、ボスブラックさん、ボスブラックさん、ボスブラックさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がコーヒレンさん、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 ありがとうございます。イエイ。そして9位が RTO アットマーク大西郡マリアさん、RTO さん、RTO さん、RTO さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位が KITT アットマーク24歳の誕生日おめでとうさん、KITT さん、KITT さん、KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がカメさん、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 ありがとうございます。イエイ。そして6位がマサミーアットマーク、24歳も素敵な1年になりますようにさん、マサミーさん、マサミーさん、マサミーさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がミータンアットマーク、ももちゃんしか勝たんさん、ミータン、ミータン、ミータン、ありがとうございます。イエイ。そして4位がハギハギさん、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 ありがとうございます。イエイ。そして3位がユマアットマーク桃色の蝶のようにさん、ユマさん、ユマさん、ユマさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がミカリン、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 ありがとうございます。イエイ。そしてラスト1位がコバアットマーク大西推し24歳お誕生日おめでとうさん、コバさん、コバさん、コバさん、ありがとうございました。イエイ、ありがとう。うあ、もうこんな時間だということでですね本当に本当にたくさんのお祝いありがとうございましたね。こうしてね、皆さんとこう自分ね、あの企画できたね、ラーメンプロデュースもできましたし、本当に本当にたくさんのお祝いありがとうございます。ちょっとね、ラーメン食べるだけの配信になってしまったので、ちょっと夜ね、あのお仕事終わってね、多分ちょっとは配信できると思うので、ね、その時にもね、ちょっとまあ24歳のことだったりとか、ちょっとずつ喋っていけたらいいなと思いますので、もしできそうだったらよかったら見に来てください。よろしくお願いします。では今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？んでもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。では行ってきますバイバイ、ありがとうございました。またねー。